それよりも力で球威でバットを出したいという気持ちで投げましたからね。今日のバッティングではとにかくイースタンリーグで4ゲーム投げただけ、まだ1軍のバッティングでは初めて投げるというサウスポーの山田直政投手をわざわざ東京から呼びまして、この江夏のために備えましたジャイアンツでありますが、現在まで8個の三振、そしてバッターボックスに王を迎えまして、もし王三振を記録しますと日本記録の達成ということになりますが、今日の王は2打席2三振です。王は打ちづらいですね。どうでしょうね。他の人はですね、それほどやっぱり気にしなくてもいいですけどね、王の場合非常にやっぱ気にしますね。これはかぶったファウルです。2ストライクになりました。江夏から今シーズン7個の三振、今日2つを加えまして9つの三振を喫している王であります。いつものね、王と違っていろんな動作しますね、はい、口にですね、手を持っていったりですね、肩を揺すぶってみたりいろいろしますよね。これはやっぱり考えてる証拠ですね。そうですか、ね、さあここはじっと黙って一つこの対決を見守りたいと思います。状態ではね、バッターの方が負けてますね。そういうのが得ですよ。ほら、三振、点になりました。三振ラッシュ、日本記録達成。江夏は見事宣言通り王から新記録を奪った。インハイ狙ったのは若干真ん中寄りによって、高くなった、まあ自分としてはカウントが、追い込んでる2エンド1ぐらいで追い込んだ球ですから、まあ言い換えればボールでもいいよと、そのコースでそれよりも力で球威でバットを出したいという気持ちで投げましたからね。まあ言い換えれば思い通りの配球で思い通りのボールがいった攻め方でしたね。渾身の力と気迫を込めた一球。王も力いっぱいのフルスイングでそれに応えた。